カットされたボラン付けされたっていう時に中谷三浦あたりがロングフィードも出るので、まあ、その辺のケアのところもあるかもしれないですね。さあ両チーム選手の入場です。さあ前線でどう点を取っていくか浦和です。宇佐美が降りた時に前でトップとしてもできますし、楽しみにこの若い2人は見てます。今日はね試合で3ゴール1アシスト。今前半スタートです。まずは右エンドガンバ、長いボールを送ります。エルトン中央へ落としてボール、そこからベルトンシュート、西川キャッチです。連携からのシュートでした。そうですね、まあ、もっと行ってもいいかもしれないですね。セカンド宇佐美、宇佐美が拾って宇佐美シュートだー。相手で受ける中島からサンタナ、チアゴサンタナ迷わずに足を振りました。さあキーパーがつながる、ダワンダウン運んでスペースでベルトン、ドリブル開きましたよ。フィニッシャーベルトン、ベルトンシュート、うん、今前半終了です。前半は0対0スコアレスで試合を折り返します。この45分間の印象はいかがでしたか。今シーズンは3ゴール。さあ後半です。後半は右エンド浦和、今長いボールを送りました。その伊藤が要求してますが、その向こう側前田、ああ伊藤へ、こういうところです、マイナス後ろがグスタクソン、これが一番狙いですね、うん、鈴木はキープないんですが、さあバッター伊藤、伊藤からサンタナ、チアゴサンタナ、いいプレスからです。ショートカウンターね、はい、福岡です。広げて右の遠山、中には2人縦行く、遠山クロス拾ったウィルトン、チェコサントラ広げて渡辺、中を見る、浮かせたファーサイドヘディング、うわポスト、ポスト、完璧なボールでしたけどね。飛び込んだのは伊藤です。惜しいシーンでした。パワーを出していけるかどうか、大久保、安井、渡辺シュート、ナイスキーパー一森、松尾打ってみて、松尾戻してルスタフソン、奪ったガンバ、さあカウンターになる、スペースに送ります。右のベルタン、中には2枚、ベルトン中央へ、坂本、いやガンバ先制78分、坂本は2試合連続ゴール。試合終盤アウェーチームが先手を取りました。耐えたガンバ、試合終盤で大きな先制点です。しかも流れの中で取り切ったガンバ、いや見事なカウンターでしたね。まあ、前がスペースがあって結構持ち出しましたよね、こう中野ですよね。でこっからもうウェルトンの良さが出ましたし、あとはワンフェイクあって、坂本は本当にトップらしい。グスタッソン、安井、小泉、クロス、チアゴサンタナ、止めているよ。キーパー石森です。で佐藤がフリーですね。コーナー11本目、ゴール前へヘリング、佐藤とサンタナ、これはカットです。倉田が追ったからですよこれ。今試合終了のホイッスル、0対1、勝ったのはガンバ大阪、今シーズン2回目の連勝です。